佐藤先生ね、はい、そもそも佐藤式って何かなって。あ、何かなっていう、うん、まあ最初佐藤式、まあ顎をこう、うん、まあ、カチカチになってる人がすごく多くてなんですよ、うんうん、でそれで揉んだりをしたり引っ張ったりしてたわけですよ。最初 僕自身が歯医者さんでね、歯医者で、うん、顎関節症の人に揉んだりをしたり引っ張ったりしてたんですね。どうしたら顎の硬いのは柔らかくなるんだろうかって話でやり始めたら、どうも顎関節症の人や、まあ、普通の人も揉んだりをしたり引っ張ったりすると、うん、顎関節症になってしまうと、違うとになっちゃう、なっちゃう、ほうですよ、うんうん、硬くなっちゃう、揉んでいくと硬くなっていく。それは薄々気づいてたわけで、自分でも肩こりなんかを揉むと硬くなるから、だから揉まないで緩めていく方法がないかなとか思って撫でたり、でそれでもみんな揉んじゃうわけよ、撫でるときに。でその時に最初に佐藤式リンパマッサージと似てるなと思って、リンパマッサージと似てるなとか思いながら、リンパマッサージとちょっと違うかなと。うん、だからリンパマッサージ、リンパマッサージって最初言ってたんだけど、佐藤式リンパマッサージだったんですね、最初はね。最初はね。で、あれ、マッサージじゃないじゃん。で、どんどん弱くしていったわけよね。だから、割と顎の関節とか、ここら辺をグリグリやってたのは、それを弱くするために耳たぶを回し始めた。で、最初はこれもグリグリやってた。ところは、もうこれどんどん弱くしてけって話で、弱くしていったらどんどん緩んでったっていうところですよね。それで何なのかなっていうところで、出てきたのが、一酸化窒素っていう話が出てきて、一酸化窒素はそこで、そこでもう出てきたんですね。いろいろ弱い刺激を与えると血管壁の内壁から、一酸化窒素が出てくるっていうことが分かってきて、その一酸化窒素っていうのが、実は僕の中ではすごく引っかかるキーワードで、これが20年以上前に、柳沢正先生っていう先生がいて、その人の講演をたまたま、臨床麻酔学会っていうところで聞いて、その人の講演 の中で血管の内皮細胞を培養すると、エンドセリンっていう血管収集薬が出て、柳沢先生はそれで、大きな大発見をしてノーベル賞取れるかっていうふうに、まあ、もう言われてるんですけども、その先生の講演で一番究極の薬は何かって言って、最後に NO って出てきて、要するに NO っていう答えと NO っていうのが究極の薬だという、その NO、一酸化窒素っていうのが、実は微弱刺激によって、血管の微弱刺激によって血管を広げる、もしくはリンパ管も内皮細胞から出てるので、まあとにかくその超音波の刺激によって NO が出てくるっていうことが分かってきて、で、まあ、要するに とにかく弱い力の方が NO が出やすい、はい、それと何かしらの関連があるんですね。今思うとそういう関連があって、で、弱い刺激によって空、口腔ですね、はい、私たちは歯医者じゃなくて口腔科なんだっていう、口腔機能を上げていこうっていうことで、まあ、口腔の5つの機能とか、はい、そういう話を今後していくっていうことで、ね、説明するために今動画を撮ってるわけなんですけども、はい、まあ、リンパケアっていうのは何って話ですけども、マッサージではなくて、あくまでもケア、これもケアって言葉にすごく僕はこだわりがあって、はい、これはもうたまたまなんですけども、ICU で研修してた時に、そこの部長が言ってたのが、もうインテンシブケアユニットなんだと。ICU っていうのは集中治療室っていうふうに訳されちゃってるんだけど、これはだったら ICU がインテンシブキュアユニットでしょ、キュアの方が治すってこと、ケアユニットなんだから、お前らケアをしろと、要するにキュアしようとするなと、そっちの方が患者さんは良くなるんですよっていうのが僕の中にあって、で、ものすごく 今でこそリンパケアって言葉がすごく増えてきたんですけども、マッサージですね、あれは ね。で、僕らはあくまでもマッサージしないっていうことをメインにしてる、まあ、佐藤式っていう形で、一般的なリンパケアとはやっぱり随分違うよっていうことを言ってるという話ですね。そういったことを今後こちらで皆さんにご紹介していくと、はい、そうですね、ということでこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。